じゃあ、いただきます。うっす、ゼイクラブです。今日はタンドリーチキン作っていきます。いやー、チキンで大事なのはチキンとタンドリー。これ分かってない若者多すぎ。タンドリーチキンで大事なのはチキンなんよ。こだわり一番安い鶏肉でもね、ちゃんと国産なんですよ。こうか。あ、タンドリーチキンで一番大事なのは米だね。せーの、マルフォイ。キャパシティというものがあるからね、人間には。蓋をして、トキメシーン。ドゥ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 。じゃあね、タンドリーチキンのタンドリー作っていきます。ヨーグルト、まずは品質をチェックしましょう。うん、食える。ケチャップ、カレー粉、生姜、ちょっとにしよう、なんかちょっとに。うわ、もうすでにいい香りだね。カレーパウダーのいい匂いがね。ニンニク、ちょっとにしようね。これヨーグルト足りなくない？ウォーウォーじゃない？意外と。君も僕もタンドリー、味が大事。タンドリーや味噌、マヨネーズ、あれ見たくなった、セブンのさ、野菜スティックのタレ見たくなっちゃったけど、もういいんじゃないですか。うまい。そして、どうも絶好調。どんどんいっちゃうよ。おお、うまそう。スキレットに移します。
水分があるうちにアルミホイルしとく。よし、まずか。いいね。おお、いいね。いいじゃん。おお。おお。おお。汁が欲しいよ。ちょっお、お、わあ、きれい。わお、いい感じ。うわ、うわ、ボロリンチョじゃん。あ、ボロリンチョ。あ、いいね。カレー粉ぶち込みます。おお、贅沢よな。米見てみます。あ、いいね。うまっ、うまい。よい、食おうぜ。じゃあ、いただきます。うんまっ。無限に増えるね。うまっ。このね、タンドリーチキンだ、これ。うまっ。食うぜ。いや、うわ、いただきます。お父さん、ま、うわ、うめえ。久しぶりの飯だ。うまっ。まあ、米うまい。いただきます。キャンプの味だ。いただきます。うまい。うまっ。うん、うまい。肉って感じ。うまい。うん。
なんか、うん、なんかダイダイしてますよ。え、これかな、なんだろう、これと思うよ、これはダイダイしてた。キャンプの発見、歯割れたかと思いました。いや、これも、胸肉が1個、やっぱこれは甘いね。え、うん、うまい、うまい。うまい。うん。めっちゃここうまいよ。溶いたもんね。何これ、皮、ん、何これ皮だよ。やたら味が濃い。うまいよ、うん、いいんですか、ありがとうございます。おいしくない。いや、うまい。ああ、うまい。うん、あ、いい、うん、あ、うわ、おいしい。3時にこれはやばいね、夜の。本当は明るくなるんじゃない。それはやだ。だよね、認めたくない、朝になってしまったこと。うまん？あ、もらったっけ？いや、もらってないです。やった？やってないです。ん？え、何がですか？なんかもういてる。マジですか？あれ？置いた？ここに。これが置いたんか？あ、そうですよ。てか、こいつ燃えて、全然燃えてくれないせいで、うん、やばいです。任せろ。よくなった。吸っちゃダメ、吸っちゃダメ。泣いてる。うますぎて。やばいです。空ちょっと明るいです。うん。まだ、やめ。
やめろ。めっちゃ早いよね、日の出。3時半とかもう明るいからね。ですね。これ車の中合いますけど。めるやん。俺も帰りの車は合いますけどな。事故って終了です。いや、今日もアイマスクして寝てみようかな。めっちゃ似たもん。あんな似ると思わなかった。こんなにいいですか。うん、いや、なんかわかんないけど、よかった。俺はたまたまかもしんないけど、昨日も言ったじゃないですか、僕人にはあげるけど使ったことない。うん、マジで多分トータル10箱くらい買ったことあるんですよ。うん、もうすでに一回も使ったことないんですよ。え、いいと思う。あの、でもやっぱ一個一番いいなと思ったのが、あの、やっぱ携帯いじんなくなる。へえ。なんかその時間帯に携帯いじるってさ、大体どうでもいいことじゃん。まあ、超どうでもいいことです。したらなんかわざわざ外してまで見ることじゃないなと思って。そう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 、携帯ね、マジでね、そう、うん、いじんなくなる。へえ。これが一番いいのかなって思って、うん、マジやってみ、騙されたと言ってたじゃん。それ言ってくれて俺は嬉しい。 そんなことないやろって思ってたんだけど、そんなことあったんだよ。すごいよあれ。うん、そうなんですよ。いや、なんか僕ツイッターで、うん、これ寝る前につけたら気づいたら寝落ちするレベルで、うん、やばいみたいなのを見て、なんか疲れてる人に配ってたんですけど、うん、本人が使ってなかったんで、うん、いや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 、寝られるからいいでしょうと思ったんですけど。パスタ食えば寝るからね。パスタ食った帰りの車ね、すごかったよね。歯出して、歯出口開いてるとかじゃない、うん、歯を出して寝てるんだよ。すごかったよね、あれ。うん、多分睡眠薬入ってました、あれ。入ってません。あ、入ってます。パスタ腹いっぱい食うとあんななるよ。小麦粉系ダメなんだ。マリオいた。今の結構芸術点高いね。マリオジャンプしましたね今の。え、すげえ。今月1位いい部だな、今の。うん、すごくいいね。もう俺最近朝出ないな。出さなくていいんだよ。出さなくていいの。お前の部で起きるのは俺最悪な一日だからさ。たまに寝ながら自分の部で起きるときあるでしょ、お前。あるある。グッとブッ。それはたまにある。最悪。うん、最悪だもん。何が。お前のヘで起きるの。ああ、まあ愉快な朝じゃないか。何だよ、どっちがうまいんだろう、こっちとこっち。あ、全然焦げてなかった。半等分しよう。クラフトしよう。あ、古橋さんマスク落としましたよ。やれん。おい、クラフトしよう。はい、せーの。うえい。え、これどっちの肉のやつですか。ん、こっち。あ、自分の。違う、僕こっち食べてないです。あ、そう、言おうと思ったらね、もう全部ね。あ、じゃあ、いいじゃん、くるぶしさんで。いや、じゃあ、そういうもん。量の話じゃない、うん、こっちとこっち食べ比べてみたかったんだって。あ、そういうこと。気づいたらなくなってた。逆に俺こっちからしか取ってない。なんでやねん。どういうことか。あ、確かに言われてみれば食べ比べしたかったんだ。
俺食べ比べしてたけどそんな変わらんけど、こっちの方がうまいかな。だって黒部さんあれも、うん、あ、ここにあるやん。ん？これどっちのだ。実を言うと僕パサパサの胸肉すごい好きなんですよね。あ、これ誰？うん、ね、ちょっとね時間かかるの。あ、さっと、いや、今日胸肉しか売ってなかったもんね。いっぱい入ってるやつね。全部売り切れてた。あ、土曜日じゃん、今日ですね。じゃあ日曜日か。だから週末だからですね。だからか。夢が。うま、明るいやん。やばい、やばい、急げ。うわ、その豚肉うまそうやな。ガチで。もうちょっとやね。そそられる。じゃんけん大会やで。豚肉ナイフを上げ、じゃんけんぽい。あ、いい。まず、何がしたかったの。いや、同様だよ、同様。あ、ここからこう変えたでしょ。あ、いや、変える気ない人の動きだった。明らか。バレてたん。ああ。決めてよ、一人、はい。最初はグー、じゃんけんぽい。アイコでしょ、アイコでしょ、アイコでしょ。この箸の持ち方的にパー絶対俺出ないと思ってたね。出んのかいと思って。だって豚バラへの愛はね、誰にも負けませんからね。何、一人しか食えないの。うん、豚バラ愛好会。え、いけるよ。あ、いける。いや、いけるのか、これは。ああ、さっきの、あれですか。何さっきの。あっ、熱いよ、大丈夫。せーの、マルホイ。せーの、マルホイ。よし、大丈夫や。いや、いけんな。はい。いいのかな、どうだろう。セコマの。カツもうまかった。今日セコマのチキン何番買ったらさ、はいはいはい、食べようと思ったら、いつもより容器ちっちゃいなと思ったらご飯なかったんだよね。チキン何番だけ買っちゃったんだよ。ね、ご飯ねえじゃんってね。うん、気づかんかったんだよ。確かに上だけのやつありますよね。ある、あるからそれだと思ってたんで、ちょっとでも入ってればいいのにさ、入ってなかったの。そこまでアンパンマジうまい。パン生地がマジでうまいから一旦食ったほうが。いや、今の時間はセコマやってなくない。あ、でも俺買い置きしてる。アンパン、うん、買い置きしてる。ガチ勢やん。やい、アンパンってさ、栄養学的にいいんでしょ。まあいいって言っても小麦だから、小麦がダメな人はもう食えないやん。ああ。しかも栄養学的にって言ってもさ、PFC が観点なのかさ、視点なのかさ、それこそその成分がさ、視点なのか、その小豆とか
小豆とか小麦に特有の成分が有効なのかって、なんか目線によって違うじゃん。バスケ、あーバスケットプレイヤー視点ってこと。うん、どうなんだろうね。アンパンいいっては教えられた。でも糖分の補給には向いてんじゃない、うん、ただくるぶしさんみたいに小麦ダメな人がさ、それ食ってさ、試合前になんか眠くなってもダメだよ。確かに、うん、遠いですよ。やばいです、眠いです。全然ダメじゃん、うん、いいんですか、食べちゃって。うん、あ、味付けしてない。ありがとうございます。入ってないんよね、あんまり。じゃあなんで渡さんですか。いやいや、あの、あ、あ、ちょっとだけ入ってますね。そうで、いいですよ、僕タレでもいいけど。塩コショウがおすすめ。あれ落ちない。あれ、あ、これ見えてますかね。ちょっと、ちょっとだけ。ほんとだ、ほんとだ、すげえ。全然出ない。あ、もう終わっちゃった。じゃあすいません、皆さんいただいています。いただきます。俺が夢に出てくるよ。追いかけます。豚肉の恨み。めちゃめちゃうまいです。いや、はい、それはあの侮辱してる。そう、それはじゃんけんで、うん、じゃんけんの重みが、うん、え、僕が食べたやつだから嫌だって嫌われてんかと思って。悲しい。じゃんけんの覚悟を踏みにじるな。くるぶしよ、真剣にやったんだから俺も。うえ、はい、よいしょよいしょ。にょん。で、あれは